はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムデヒュラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために、配信している番組でございます。今日はね、いろいろ遊んでみました。あ、よかったよかった、ね、やったやったやった丸もらった、丸もらった、よかったよかったで、今日はですね、6月5日です。はい、はい、ということで6月入りました皆さん。はい、今どんな感じですかもう今まだ僕ら5月なんで分かんないんですけど、どんな感じなんでしょうか。お酒飲めてんのかな、はい、みたいな感じなんですけど、はい、まあまあまあ、その話はねしててもしょうがないですけど、はい、ちょっと5月ってね、先週言ったように、あの楽器の結婚もあったんですけど、はいはいはい、そういう話もあればですね、うん、亡くなられた方も結構ね。あ、そうですね。僕ね、個人的にはね、あの、まあ、お二人いらっしゃって、一人は、うん、あの漫画家の三浦健太郎さんっていうね、あの、はい、ベルセルク あの原作者が、マジで反応してるし、あの、がですね、はい、急性、大動脈解離っていうのでね、ちょっと亡くなられて、未完であの作品が終わっちゃうって、ものすごい、悲しいなと思ってたりとかもしますけれども、はい、おそらく世間的にはですね、あの特集とかも組まれてましたけど、まあ、田村正和さんですね。そうですね。あのね、僕らの年齢って多分、まあいろいろありますけどね、はい、パパはニュースキャスターが一番、あ、はい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 、ね、あれが、はい、あの2枚目の田村正和が、うん、コミカルな役をやったっていうので、はいはいはい、ね、ニュースキャスターの鏡、京太郎が、はいはいはい、そういう名前で、はい、やってらっしゃって、手つけた女の人にあの子供ができたら、娘ができたら、めぐ愛と書いてめぐみという名前っていうをつけるって言ったら、3人のめぐみがやってきたっていう話だったりとかした、はいはい、あの話がね、うん、すごい話題だったりとか。そうですね。 あるいはあの、ニューヨーク恋物語だったっけ、はいはい、とか、あ、まあいろいろね、あるのはあるんですけれども、なんでしょうね、なんかこう田村正和さんのイメージってどんな感じ。イメージ的に言うと、もうでも何だろう、まあ、古畑任三郎、あ、そうですね、古畑任三郎、はい、一番強いのかもしれへんけども、うん、やっぱりそっちのね、パパはニュースキャスター、はい、あの方の、はい、あの3枚目役というか、うんうん、可愛らしいとこっていうかね、あの辺の一面が見えた頃からがなんかね、うん、存在感がね、はいはいはい、僕らにはね、そうです、はい、大スターなんですけど、そうそうそう、僕らが見るなんか存在感が出てきたから ね、はい、そうなんですよね、うん、まあだから古畑任三郎もあれも、もうコメディだったりとかするん で、ね、コメディに振った、田村正和さんっていうのがね、はいはいはい、僕ら結構イメージ強かったりとか ね、 するんですけど、うん、まあ眠り強症とかもやってたりとかいろいろやってますけどね、はい、はい、そういうイメージが強かったなと思うんですけど、はいはい、やっぱね、なんでしょう、昭和から続くスター、あの、はい、スターって棒じゃなくて棒線じゃなくてスターの方ですね、最後のスターじゃないかなみたいな気はするんですよね、はい、うん、高倉健さん亡くなり、いろんなその昭和の大スターと言われる人たちがいて、その中で田村正和さんって、やっぱり松間さんの息子さんっていうのもありますけど、田村さん兄弟いましたけど、やっぱりスターっていうなんかポジションの人やなっていう、スターって俳優とちょっとちゃうんですよね、僕からすると、うん、僕はそう思うんですけど、はい、俳優さんっていうのは変な話、あの通行にもできなあかんし、うん、ね、脇役もしなきゃいけないし、はいはいはい、あのメインだけができるんじゃなくて、うん、脇にも何も全部、逆に言えばメインもできるっていうのが多分、うん、あの演技を求められる俳優さんなんですよね、はいはいはい、でスターっていう人はだってもうそこ座ってるだけで、うん、中心におるから、はいはいはい、もうフレームに入られた時点でもう真ん中になっちゃうっていう、うん、人が僕は多分スターなんだろうなと思うんですけど、はいはい、まあ、今で言ったらだからキムタクタコもきっとそうなんやろうなと思うんですけどね、でも田村正和さんのあのスター度合いってなんかちょっとまた違うというか、はいはい、うん、そんな気はするんですよね、うん、まあ、同じ俳優というかね、あのなんで、あの坂部さんもなんかそういうのってないですか、なんかそういう、いや、もうでも本当にその、まあ、昔って言ったらあれですけども、うん、やっぱりそのスターっていう存在ですよね、だから今の時代は、うん、もしかしたらそういう存在が必要なくなってきたかもしれないですよね、あー、そういうことなんかな、昔のスターの方はスターの
はい、もうそのポジションでね、はいはい、もうずっとやってはって、やっぱりね、お亡くなりになる時代になってきたのかなっていうことも感じますし、あとはね、ちょっとずれるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、ちょっと田村さん亡くなった時にもう大スターでもやっぱり亡くなるとゼロになるなっていうのが、うん、まあ、あの作品とか残りますけども、もうその歴史は残りますけども、うん、ゼロになるって思った時に、うん、何してるんやろうって一瞬思ったんですよ。あ、自分がね、今は何をしてるんだろう、もっと頑張らなきゃっていうのがやっぱりちょっと感じたなっていうのが、ね、今回の田村さんの亡くなったことで、うんうんうん、僕はちょっとね、なんか感じましたね。なるほど、はい、なるほどね。まあまあまあ、ね、頑張ろう、なんかこう頑張らない、いや頑張らないといけないですよね、でも本当にね、うん、僕らね、うん、いやいや本当本当、はい、あのまあここはムービーズカフェマテリアル谷町なんですけど、うん、坂部さんもね、はい、本書いて、脚本書いて演出してっていうのをやってるし、はい、僕も、まあ、本も書くし撮るしっていうのでやらせてもらってるんで、うん、まあまあ同じ土俵には立ってないですけど全然あのでもやっぱそういうところが思いますよね。そうですね、 まだまだ俺ら全然頑張ってないなっていうか、はい、まだまだもっと頑張れるなっていうのはやっぱり本当にね、その田村さんでもそうですし、まあ、そのスターの方なんかは、うん、もう死ぬ前まで、うん、もっと撮りたいもっと撮りたいって絶対みんな言ってはるじゃないですか、はいはいはい、もっと仕事したいみたいな、はい、そうですね、うん、そこがそのすごい楽しんでやってはるなっていうのが、うんうん、役を演じるっていう楽しさっていうのを、うん、すごい謳歌してはるのかなっていうか、うんうん、まあ、しんどいところはね乗り越えてきてはるのは もちろんなんですけども、まあ、そういうことがすごい感じるなと思います、ね、なるほどなるほどなるほど、まあまあそうですよね、はい、まあみんな頑張りましょうっていう、はい、ですね、お話ですね、はい、はい、でですね、今日はですね、はい、田村正和さんは来てません、はい来てたらびっくりする、ね、来てたら楽器も来てません、はいはい、今日はですね、はい、普通のおっさんです、あら、普通のおっさんなんですけど、はい、普通のおっさんなんですけど、あの、はい、普通のおっさん、まあまあ大先輩ではあるんですけどね、はい、あのまあ、あの映画業界の方で、はいはい、頑張っておられる方なんですけど、まあ、あの今日ちょっと10分のプレゼンやっていただくということで、はい、来ていただいておりますのでお呼びしたいと思います、はい、はい、松村さん、はい、すいません、あの大先輩にはあの普通のおっさん呼ばれしました、すいません、いやいや失礼いたしました、来年還暦ね、そうですよね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今だから映画宣伝をやっておられるっていうことでいいですかね。そうですね、今はフリーで、はい、フリーで、はい、特に会社をやってるわけじゃないですか、はい、フリー個人で映画の宣伝を、はい、軽配信です、はい、をやってる感じです、はい、はい、の、松村敦さんということなんですけども、はい、実は、ね、そうそう、はい、ちょっと突っ込んでる、なるほど、はい、で、まあ、なかなか自分が撮られることはめったないですからね、そうそうそう、で、あの、まあ、実はその僕もですね、はい、あの松村さんから、はい、あの、まあ、取材してくださいって依頼もらって、はい、あの、まあ、映画の、舞台挨拶とかの取材とかもそうですし、はい、あの、まあ、監督取材とかも、はい、させていただいて、いくつかあのライターというかライター仕事もさせていただいたりとか、はいはい、ありがとうございます。いやいやいや、もうとんでもないです、あの全然そういうのをやってなかったので、まあ、ただあの文章書くのは、まあ、あの得意というかずっとやってるあれなんで、はいはい、まあ、依頼されたんで、はい、やらせてもらいますということでやらせてもらったんですけど、はいはいはい、どないですか、私ちゃんとやってます、まあ、それ聞きたかったんですけど、でも逆にお聞きたいですけど、はいはい、初めてで、うん、舞台挨拶次第で、はい、あの文字起こししないといけない。あ、そう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 。それが多分大変やろなっていうのは思った。まあまあそれは確かにね。他の媒体の方ではもうずっとベテランでやってる人は早いんですよ、はい、文字起こし。そうですよ、そうですよね。要約するのも早いんですけど、そこら辺はちょっと初めてで大変やったのかな。いや、それはね、正直大変です。時間がね、そのすぐ書くっていうのができればいいんですけど、あの編集の合間にとかいう形に、あのああいうのでやっぱすぐ書くのがいいんですよね。あの脳にインプットされてすぐの方がいろいろ書きやすいんで、だから数々断られました。でもすいません、すいません、ほんまに今ちょっとほんまにあのこの件がまだ終わってないので無理です。で時間は空いてるんですけど、この後書く時間が取れないから無理ですとかっていうので長く断られます。はい、まあでもおかげさんでそのね監督取材とかいう形でお話もさせていただいた、はい、ということでですね、はい、今日は何の話をプレゼンしていただく感じになりますんでしょうか。はい、韓国のアクション映画についてお、ほうほうほう、ちょっと紹介したいと、はいはいはい、はい、まあ、はい、あれですよね、あのなかなか映画宣伝っていう仕事もね、あの、はい、なかなかあれだと思うんで、まあ、その辺も含めて、はい、今回今、
はい、宣伝されてる、はい、担当されてるやつをちょっと紹介していただく感じですね。それもキンキンに、まあ来月、はいはい、多分公開も、はい、了解です、それ以上言っちゃうとまた入っていくんで、もうここで始めていきます、はいはい、その前に、判定員の皆さん、はい、はい、じゃあ、はい、準備よろしいでしょうか。はい、申し訳ない。はい、では参ります、はい、このプレゼン、ありかなしか、スタート。はい、どうも。はい、ということで、はい、まあ、なかなかね、映画宣伝ってどんな仕事かってご存じない方多いと思うんですけど、はい、どんな流れでこうお仕事が来たりとかするんですか。そうですね、まあ、簡単に言っちゃうと、はいはいはい、多分ね、映画を公開する前に、はい、まあ、宣伝するのは東京にはまあ宣伝する会社とか、はいはいはい、配給会社さん自身がやるとこありますけど、はいはい、地方っていうのはほぼないんですよ、うん、なるほど。で、そうやってまあ個人で、私みたいな個人でやられてる方とか、うん、配給、宣伝、映画の宣伝だけやる会社があるのは、うん、地方で言うたら大阪と、はい、まあ、わずかに名古屋と九州ぐらいな感じで、うん、はい、で、まあ、大阪は結構フリーでやられてる方とか、はい、宣伝してる会社があるんで、はい、まあ、そこで作品は取り合いみたいな形にはなるんやけども、はい、やっぱり私新参者なんですよね、うん、だから2017年の7月までは第7芸術劇場で映画館の支配人をやって、そうですよね、そうですよね、そうですよね。で、そこから辞めて2018年から、まあ、渦政さんという配給さんから初めてお仕事もらって、はいはい、でそれも確か消された女っていう韓国のサスペンス映画が出てたんですけど、まあ、そこからやりだして、まあ、私は未熟もんで、はい、まあ、3年ちょいぐらいですけど、はいはい、配給会社さんも監督さんも、うん、まあ、従来から付き合ってる宣伝マンの方とやっぱりつながりがある。なるほど、はい、その合間を縫って、うんうん、まあ、ほとんど向こうからっていうの最初の頃は、うん、7芸時代に付き合いのあった監督が新作撮った時に、誰か宣伝頼みますかというのをこちらから連絡して、うん、あのやらせてもらえますかということで、うん、一応ちびりちびり開拓していってるっていう感じですね。はい、なるほど。であれなんですよね、その、まあ、要は引き受けましたっていうことになると、はい、例えばそれを、まあ、マスコミさんというか、はい、あのライターさんとか、はい、そういう方に連絡して、はい、まあ、試写の段取りつけたり、そうですね、で、まあね、ネット試写とか最近多いですから、そうですね、最近そうです ね、 そうですね、だからそういうので URL とか送ったりとかして、はい、見ていただいて、はい、取材の段取りをつけてみたいな感じなんですよね。そうですね、そういう流れが、はい、一般的に、はい、まあ、僕だからのそのメールが来て、うん、いついつ行けますかって言われて、ごめんなさいそこ行けませんとかっていうやり取りを、あの、やってる、やって、そこからこう、うん、行けるやつは行ってみたいなのをやらせてもらってる感じなんですけど、そうですね、はい、だから多分これね、1980年ぐらいにミニシアターのブームがあって、はいはい、まあ、その頃からと、うん、これは今後考えていかなあかんと、球体以前で、うん、全然変わってないんですよ。試写をやってで、うん、そこに呼び込んで、はい、見てもらって、うん、でそれで、まあ、それぞれの媒体さんにその作品を紹介してもらったり、出てる監督さんとか女優さんとか俳優さんを取材してもらって、うん、記事にしてもらうとかっていう流れ、はい、ではチラシやったらチラシとかを配るとか、要するに20年も経っても球体前で全然変わってないんですよ。で結構今 SNS の時代なんですけど、はいはい、で、まあ、結構 SNS を使って、はい、ほんだいいねっていう数、うんうん、でそこから口コミに広がっていくっていうのが、まあ、新しいツールやから、いろいろね、やっぱり宣伝されてる方も使ってるけど、うん、これが難しいところで、SNS でいいねっていう数がすごいアクセスあるっていう、だから入らない。なるほど。まあまあ、これがすごい難しいんですよ。そうですね。そうですね。難しいですね。SNS ってすごい難しいんですよ。そうなんですよね。だから数が多いって、まあ、東京の配給さんから言われて、はいはい、こんなにアクセスあんねんって言われても入らないと、ね、全く入らない。そうですよね。あの、まあ、テレビとかもそうなんですよ。そうなんです。視聴率が低いからって言うても、ね、今実は逆に SNS で盛り上がってる方が評価が高かったりとか、うん、いうのはあるんですけど、でも実際の数字見たらそうじゃないやんみたいな話もあって、なかなか何をこう基準にして見ていったらいいのかって難しかったり、うん、そうです。だってなんだかんだ言いながらやっぱお客さん入ってもらわないと映画の場合は意味がないですよ ね、まあ、ね、うん、ですよね、うん、はい、だからそこ難しいのは難しいですよね。どうやってお客入ってきてくれるお客さん掴んでいくかみたいな、
だから多分今いろんな東宝さんも近いですけど、はい、多分なかなかまだ SNS を使い切れてない、うん、なるほど。逆に言ったらあれですね、だから、うん、そういうのを掴んで確実に、集客していくっていうやり方が見つかったら、うん、まあ、この世界ではかなりこう、うん、いい感じになっていくというか、だから多分そういう SNS を口コミで広がっていった、多分カメ止めとか君の名はとか、ああいう作品は多分みんな研究してるんです。なるほどなるほど。でも理由がわからないんです。なるほどね。まだそこを掴みきれてない。多分掴みきれてない。で、まあそれ SNS と関係ない映画でも、うん、これそんなに当たらないのと思ってたやつが、うん、急に大ヒットする映画があるんですよ。昔で言うと私宣伝してたわけじゃないんですけど、うん、はい、私は劇場時代に、はい、ハーブ&ドルシーっていう、はあはあ、あの中年夫婦がなんか現代アートを買い集めてたらすごい価値が出たっていうドキュメンタリーがあったんですけど、あれは配給さんも監督さんも誰一人そんなヒットすると思ってなかったけど大ヒットした、うん、なるほどなるほどなるほど。だからそれはもしかするとあの時代の多分震災後やったかな、やってなんかこう生き方探しみたいな。なるほどなるほど。やっぱり映画ってやっぱり社会を映すんで、ね、一時期あの食のドキュメンタリーが大ヒットして、今はそんなに入らない。そうですね、はい、だからそこら辺が結構難しいと思う。なるほど。まあだからその辺ね、どうやっていくかっていうのが、まあこのお仕事難しいところだと思うんですけど、なんでかでもあれですよね、韓国映画多いんですよね。そんなことないですか。でも僕のとこ来るやつなんか海外ものが多かったりとかするんですけど、気のせいですか。いや、監督たまたま、うん、好きそうなやつ。あ、俺好きそうなやつ。あ、でも確かにね、うん、今回のやつは好き。そうそうそう。そう、今回のやつは好き。そうそうそう。そう、今回のやつは好きでした。うん、はい。だからあんまり高尚なやつやめて。なんでやねん。ちょっと、ちょっと待ってくださいよ。俺、まあまあいいわ。まあいいわ。はい、じゃあ残り3分なんで、はい、そろそろ作品の話に行きたいと思います。はい、まあ今回あれなんですよね。はい。その宣伝担当されてるやつを、はい、まあ、ご紹介でも来ていただいてるということなんで、はいはい、僕も実はこの番組の収録前に、はい、この大画面で見させていただきました。ありがとうございます。はい、大画面で見る映画です、ね、いやーね、やっぱね、アクションなんで、はいはい、やっぱ迫力はこのちっちゃい画面じゃね、全然ね、だから大きい画面で見た方がいいというか、うん、まあ、映画館で見てほしい作品ですね。そうですね、はい、映画館で見る、はい、ということで、こちらですね、はい、韓国映画の、まあ、これ持ちますので、はい、スレイト、スレイト、はい、これはですね、はい、まあまあね、時間ないんで、はい、一応、まあ、まず先に公開情報を言うときに、はい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 、今月6月25日からシネマーズ新斎橋、はい、で7月の10日から神戸アートビレッジセンター、はい、で、はい、京都南海館さんも順次公開の作品で、はい、ここに映ってます、はい、アン・ジヘさん、はい、テレビドラマに出てましたけど、はい、そんなに有名な俳優さんじゃないですけど、はい、チラシにも書いてますけど、はいはい、剣術、弓、乗馬、ダンス、機械体操、機械体操まで全てをこなしてる、はい、なんかその動画を見てこの監督さんがアクション女優を探してた、はいはい、なるほどなるほど、ということでこれソードアクションということで抜擢されて、なるほど、まあ、多分私この作品見ましたけど、うん、彼女は今後アクション女優としては伸びていくんじゃないか、うん、なるほどなるほど、まあまあまあそうですよね、感じはで実際この話自体が、ええ、このアクションスターっていう、ね、自分で名乗ってる主人公が私は主人公になるんだっていうことを求めていったら異世界行っちゃってみたいな話なんですよね、これね、タイムアップしてしまうという映画なんですね、はいはいはい、というまあまあでもアクションもすごかったですし、はい、いろんな仕掛けがされてて、はいはい、まあ、僕自身もやっぱもう一回映画館で見たいなってやっぱ思いますね、はい、これはね、はい、ぜひ。でもなんか明らかにこれはそうなのか分かんない、はい、流浪の剣心の影響を感じますか、ね、流浪の剣心の、はい、まあまあアクションが谷垣さんが、まあ、香港アクションかもしれない、はいはい、アクションの作り方がなんか結構、はい、そんな感じがしますけどね。なるほどなるほどなるほど、うん、まあまあ本当にソードアクションなんで、ソードアクション、はい、ものすごい切るし、はいはい、叩くしみたいなすごい感じで、うん、前編それが出てくるというのはなかなか面白いなと思いましたね、はい、でも逆に言えば、はい、この女性の方でも見れるというのは、はい、意外に韓国のああいうノワール系には、うん、はい、血みどろでドバッドバッっていう感じではないですね、はい、かなり抑えてますね、かなり抑えてるんで、はい、すごい女性の方でも見やすい映画になってます、はい、ということで、お時間参りました、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、もうね、後ろの
終わるぞ終わるぞっていう感覚がもうヒリヒリ伝わってきて、タイムキーパーのネックがもう松村さん話終わるってドキドキしながら、めっちゃドキドキしてる。いやもうドキドキしてドキドキした、はい、これ全く何も考えない、はい、終わってよかったです、はい、ということでございますね。まあまあ、あのざっくり映画宣伝の話と、まあ、作品の話という感じで、はいはい、やっていただきました。ありがとうございます。はい、では、判定いきたいと思います。で、これ判定で×だったら、あらモザイクかかって、ボイスチェンジャーかかってっていう感じになりますんで。はい、私の顔にモザイクはいいですか？これにもかかるんですか？いやいや、もう、いやいや、あの別にあの前に出てたやつはかけませんよ。あ、ここにかかって声が変わる。あ、はい、はい、という感じになっておりますので、判定いきたいと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、このプレゼンありかなしか判定、はい、優しいな、優しい、はい、よかったよかった、はい、ということで、はい、愛にあふれる、マテリアルからお送りしております、はい、という感じなんですけど、はい、という感じです、はい、という感じなんですけども、まああのそうですね、なかなかね、はい、映画館自体が空いてないとか空いてるとか ね、もうそういうご時世ですから、はい、映画の宣伝も本当難しいと思うんですけども、いや多分あの緊急事態宣言になって延長になった時はもう各映画館から配給さんはもうこんなんね、そうですよね、だから本当に今映画っていうものがあの本当に必要なのかっていうことも含めてね、はいはい、あの社会的にも非常に問題になっている部分ではあると思うんですよ、はい、でまあその中であの宣伝っていうことを、はい、まあしていただいて、まあだから逆に言うと松村さんみたいな方がいらっしゃらないと、うん、あの僕らも見たい映画が見れないっていう状況になっちゃうかもしれないので、これからもね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、はい、じゃあ、あゆみ、はい、はい、おはようございます、おはようございます、はい、お店の情報を言いに来ました、はい、はい、あんの、あ、あの YouTube でね、今ね、あのセット売りっていうのをさせてもらってる、何セット売りってブラウンスタイリーの、はい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 、あのマスクと、はい、あの私たちとかも毎週ピックアップして、うん、で、まあ、うちもエコバッグとか売ってたりで、はい、LNS とコラボして、はい、まあ、あの LNS のマスクと一緒に、はい、まあ、ブランスタイリーさんのマスクも一緒にセット売りさせていただいて、はいはい、なるほど、はい、毎週ね、はい、5000円でセット、あ、もうだからなんか福袋みたいな感じになってるんですね、はい、うん、まあ、こちらで選んだものを、ね、はい、買っていただこうかなっていうので、はい、ご紹介がてらも兼ねて、はい、させていただいてますので、なるほど、ぜひ、はい、YouTube ご覧ください、はい、よし、じゃあ先着3名にこの T シャツつけちゃおう、あ、ありがとうございます、やったサイズはごめんなさい、サイズはあの F か L かなんかそんな感じになると思いますけど、はい、はい、あの、はい、ありがとうございます、はい、と、はい、いう感じで来ました、はい、やったー、はい、ありがとうございます、ということになりましたんで、はい、よろしくお願いします、はい、はい、はい、またね、レンタルスペースも今日ね、あの監督がこちらで映画見てもらったようにね、はい、うはい、いっぱいあの使っていただきますので、はい、ぜひぜひ、はい、スペースとしてレンタルスペースでもご利用ください、はい、お願いいたします、はい、はい、じゃあ帰りますはい、じゃあ、高橋さん、はい、おはようございます、シナモコインゲート高橋陽樹です、はい、今梅雨のコーナーでございますけどね、はい、これちょっとだけ言っておきましょうね、はい、はい、はい、あのね、あのキルビルのユマ、ユアサーマンを、はい、はい、ユマさん、ユマまたも間違えましたね、想像するって書いてますけどね、はい、チラシもね、キルビルみたいですね、そう、ポップ ね、はい、でもまあ作品もちょっとキルビルっぽくて、はい、あとシンシティという映画がありますよね、はい、まあ、そういう感じでございます、なるほど、はい、それが好きな方はご覧いただきたいと思います、はい、はい、ということで、ほんで本ちゃんの方はですね、本ちゃん、あの松村はあんまり関係ない、あ、全然関係ない、全然関係ない、はい、今日6月5日ということで、はい、6月5日ですね、明日は6月6日ですね、ということで、明日はダミアンの誕生です、はい、いいですね、はい、大好きなんですよね、はい、はい、行きましたよ、はい、こちらオーメンは1976年に制作されたアメリカ合衆国の映画ですね、はい、6月6日午前6時に生まれたんですよね、はい、実はね、早めの頭に666があってね、はい、でもオーメンってね、皆さんこの6月6日オーメン本命の日言いますけど、うん、直訳者がね、吹けて伝承という意味ですね、不吉な伝承という意味なんでね、はい、だんだんちょっと使い方が変わってきてるかなと思いますけどね、まあこれでも衝撃的ですよね、頭の方ダミアンね、衝撃的でしたね、なんかこうだから悪い子を見てみんなダミアンみたいなね言ってね、あのかわいそうでございます、6月6日の人もそう言われました、これは、ジェリー・ゴールド・スミスが、音楽も作って曲も私が好きです、はい、ちょっとこのキリスト教っぽい
が入ってます、はい、でこれが、ヒットしたんですけども、はい、実はこれ2、はい、ダミアン2っていうのもありました、はい、だんだんこう成長していくということです ね、はい、ですね。で最後、はい、この面最後の動作ですこれ、はい、結局、大統領の、子供に入れ替わっていって、はい、結局大統領になるという作品でしたね、はいはいはい、いつの間にか終わってしまいましたけどね。でそれで、ワンと一緒のような感じの女の子バージョン、はい、実はオーメンフォールというのが、これあまり皆さん知らないと思いますが、大体話一緒で、はい、結局男の子が女の子に変わったっていう話でございます、はいはい、これも我々、いつの内容が含んでるということでございます、はいはい、で実は、1のリメイク版ですね、はい、オーメン666、はいはい、これありましたけどね、これ私好きな作品で、あのね1で、あの、うん、ワンのね、なんかね、びっくりさすタイミングと、うん、リメイクのタイミングがまっきり一緒なんですよ。おで怖いねんけど、なるほど、一緒すぎて割れてしまった。なるほど。あのね、あのウバが、襲うシーンの、はいはい、後半戦でね、そこがタイミングね、数えてください。ワンのこの襲うタイミングと、このリメイクの一緒と一緒なんです、ま、これミア・ファローがね、やってますけどね、見ていただきたいと思います。はいはい、でなぜか、これね、脚本家はね、一緒なんですけどね、うんうん、これシリーズ本ではないですけどね、うん、でも脚本の人は一緒なんです。うん、オーメン、18。はい、エンジェル。はい、6+6+6。そうですね、18って言うだからね、はい、で18歳エンジェルっていうことで、ね、はい、やりますけどね、これは見てません。それでも、あよう持ってきたな。でもね、なんかね、脚本家がその一緒の人なんで、うん、間違いないかなと思います、ね。まあ、ちょっと気になってみたいなと思いますけど、はい、はい、はい、皆さん、ダミアンの誕生日、はい、6本のろうそくを立てて祝ってください。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。いやいやいや、今日もね、いろんな汗が出ます。汗止まれへん、俺今日。今日っていうか、この収録が汗止まれへんわ、今日。ほんまに。いやいやいや、でもね、なんでしょうね、やっぱ、映画の話ってね、はい、終わんないんですよ。終わらへん。どこで切っていいか分かれへん。その、あの話もこの話もみたいなね、はい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 、一つの作品の中でだけでもいっぱいあるのに、いろんな話をし始めるともう止まらへんっていうのはね、はい、しょうがないですわ、はい、で映画好きの人ってね、なんかチャンネルがピッて入ってもうたらもうそこバーって広げていく人多いんですよ。はいはいはい、はい、俺ね、はい、いや俺もそうやし、皆さんそうやと思いますけど、はい、まあまあまあそんな感じなんで、まあまあ今日はなかなかボリューミーな感じの、はい、日でございました。はい、はい、ということでございます。では、6月もね、いろいろあると思いますが、皆さん、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。また来週。いやいや、立たんでいいから、顔が見えるようにしてるんだけど、はい。